摂津職は日本の律令成下で、飛鳥時代から奈良時代にかけて、都国に設置された行政機関。一般国士と同様に同国の司法、行政、警察を担当したほか、何はず、難波系の管理も兼ねた。摂津国は古くより和国の軍事、外交の要衝であり、大和王権やその後の律令国家にとって、その干渉は重要な課題とされた。そのため、 国史に変えて教式に準じた職が置かれ、国史の職務も兼ねて行っていた。加えて、何わずの管理、西国と刑の間を行き来する講師のチェックなどを任務としていた。摂津職の書室は、日本初期巻、第29の天武天皇6年の冬10月のカノエトラの1日水の戸に、内省近所川辺信桃江を民部教都す。内大西棋士も、田地彦麻楼、 摂津職大部とすとある箇所である。白月の絵の戦の武将、河辺桃井の民部教就人と同時に、戦火天皇の後営である田治比氏が任命されているところからも、摂津職の重要性が読み取れる。初期の道官によると、その後、天武天皇12年12月には、およそ、都の城、旧室、一緒に日図。必ず量産作らむ。子 まず南馬に都つくらむとよく不。税をもって百両のもの、隠されて家路を壊れと天武天皇が御事のりを出したとあり。これにより南馬宮が造営されて副都とされたため、その管理も行うようになった。なお、この時の南馬宮は天武天皇末年に大倉省からの失火が延焼したことで、兵庫職を除く宮の大半が消失してしまったという。 その後も摂津職、南馬宮は維持され、奈良時代の仁紀三年、聖武天皇は、張馬国院南野に行行した戸に、南馬宮に立ち寄り、式部武教、十三位の藤原馬会を、友蔵南馬宮寺に任命して、南馬系の造営に着手させている。天平六年の天皇の行行の折には、摂津職は、吉支部学を天皇に創造している。天平年には、 何波系が一時ととされたこともある。寮性の職員令68によると、摂津職は大部、助一名、大臣、昇進各一名と二名、王族、小族、各一名と二名で構成され、その他、文みを三名、支部三十名、自家長二名からなる。大部の職将として、地、土領道橋などもつかさどり、さらに鼓、上下講師、船具を管理し、 当時最も重要な海岸であった、何はずの往来を観察している。摂津職が人口、産業、町税などを司った他に船を管理したのは、この地位が西日本の水運の中心地であったからと思われる。8世紀末、桓武天皇による長岡京の造営が始まると、南馬宮の資材が流用されたようで、類次三大閣には南馬大宮すでに止めらるとあり。 南馬系は廃されることとなった。延暦3年5月、長岡視察の3日前には、長さが4分で色黒で仏の馬引きが2万匹、南馬市の南の道にあるたまり水から山頂ほど道に、沿って、南行し四天王寺の境内に入り込んで、馬の時頃チリジリになった、という摂津の報告もあった。同月、摂津職の不明が随章として、白いツバメを献上し、 褒美をもらうという出来事も起こっており、長岡センと,と南馬ケートに密接なつながりがあることが伺われる。また、土砂堆積により何はずの水位が上昇し、港としての機能が低下するのを防ぐため、摂津大部、和気清丸の指揮のもと、延暦4年に1月には、淀川と三国川を直結する新たな水路が開通した。このため、水運の便は、山戸川から、 淀川水系へと移行し、長岡京への直接の周運が可能になった。これらにより、延暦8年7月14日の三石停止に、こうして、摂津の講師の使いの管轄機能が停止させられ、石津としての機能が失われた。その後、延暦9年に、摂津が赤い目をした白いネズミを三木植えする、といった過程を経て、平安戦都に伴い、 延暦12年3月には、摂津職事体も廃止され、新たに摂津国が設置され、国司が任命されるようになった。ありがとうございます。